はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんダイヤモンドガイとかいう最強のヒーローご存知ですか？まあデスティニーヒーローはね、まあ有名なのはそのデストロフェニックスガイとか、あのこの辺が多分みんな使ってるから有名だと思うんですけども、あの史上最強のデスティニーヒーローは何ですかって言われたら、僕はねダイヤモンドガイと答えます。これね、すげえ強いんですよ、こいつの効果決まればね。一旦一度自分のメインフェイスに自分のデッキの上のカードをめくって、それが通常魔法カードだった場合、そのカードを墓地送って、違った場合はそのカードをデッキの一番下に戻すと。で、この効果で通常魔法カードを墓地を送れた場合、次の自分のターンのメインフェーズに墓地のその通常魔法カードの活動時の効果を発動できる、適用できる。つまりですね、通常魔法カードであれば何でも発動することができるんですよ。例えばまあ有名なところで言うと、まあサンダーボルトとかハーピーのハリボーキっていうのは有名だと思うんですけども、あのね、このねモンスターのね一番すごいところはコストを無視できるんですね。だから通常魔法であれば、例えばですよ、まあ今回採用しているのはもう史上最強全部パカードと言われているこのファイナルインゼクションっていうカードなんですけども、例えばこれ自分のフィールド上の表側表示のなんかインゼクターと名のついたカード5枚を墓地を送って発動できるって書いてあるから、すごい難しいんですよこれ。発動すんのめっちゃむずいじゃないですか。だけどこれダイヤモンドガイってこういうなんかそのコストみたいなやつ無視できるんですよ。その効果だけ適用できるんで、インゼクションはファイナルインゼクションは効果は相手フィールド上のカードを全部ぶっぱして、相手はこのターンのバトルフェイ中に手札墓地で発動するモンスターの効果発動できないよっていう効果になってるんですね。だからこの効果をダイヤモンドガイでコピーするともう下の効果だけ適用できるんですよ。これがダイヤモンドガイロマン砲というコンボ。これをね今回は全力で決めていきたいというふうに思ってます。あのまあダイヤモンドガイをねいっぱい入れてそのなんか運ゲーしてもいいんですけど、まあちょっと運ゲーするとやっぱ外した時のまあリターンがあれです、ですし、まあ言うてね、今のこの令和のまあ遊戯王であれば確定コンボができるんで、今回ソリティアをして、ダイヤモンドガイの効果を確定させていく、まあそういったコンボになってます。でまあコンボはちょっと対戦とか見ていただければわかるので、まあちょっと細かいことは説明しませんが、一応ですね3枚コンボになってましてですね、ちょっとコンボ枚数多いんですけども、まあカレドチックとタイガーと、まあ、言うてそのスカルテッドで引ければいいんだけど、タイガー、カレドチックが揃ってるのが条件で、まあレスキューフェレットが、手札にあれば一番いいかなっていう、まあそんな感じ。早速ねこのダイヤモンドガイロマン砲のね展開を見ていただいて、もうあまりにも最強のあの動きをするんで楽しみにしていただければと思います。早速いってみましょう。デュエルスタンバイ。あー手札ガンギマってる、ちょっと頼むマジで、ちょこれマジでちょ手札ガンギマってるから本当成功させてお願い。セレナードダンスを墓地送っていくぜ。お名前そうだな。セレナードダンスの効果を発動するかよろしいか。セレナードダンスの効果によってセレナちゃんがめっちゃ踊るとデッキからムーンライトを特殊召喚できるとかいう効果、これによってムーンライトカレドチック各ヒナを特殊召喚していくぜ。ちょっとマジで頼む、これでムーンライトタイガーセット、あ通りそうじゃない。ムーンライトカレドチックの効果、あ通りそうじゃん、何も言うはずなそう。あとはまあちょっとニビルが怖いですけど、まああれですね、まあその辺はちょっとあの割り切って展開していくしかない。でレベル4のモンスターにしてオーバーレネットワークを欲しくない。シーズ召喚現れよう。メイクのモンキーがどうのこうの。レッドラップターツフォースストリックス、フォースストリックスはオーバーレイでユニットを1個使うと、闇属性超獣族レベル4モンスター1体を手札に加えることができる。さあこれによってシンギングレイニアスを手札に加えていくぜ。そしてシンギングレイニアスを手札より特殊召喚、そしてシンギングレイニアスとフォースストリックスでリンク召喚現れよう。レイドラプターズワイズストリックス、そしてワイズストリックスの効果はそうデッキからレベル4の超獣族闇属性モンスター体を特殊召喚できる現れろ。ブラックフェザー水泳のゼプロス、さらにムーンライトイエローマーテンの効果によりタイガーを戻して自身を特殊召喚、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚レイドラプターズフォースストリックス、そしてフォースストリックスの効果は発動、このカードのオーバーレイユニットを1つ使い、デッキからレベル4のモンスター1体を手札に加えることができる。この効果にターン制限はついていない。そして、レイダーズウィングを手札に加え、そのままレイダーズウィングの、ランクアップマジックを再生する効果が先に発動。そして、レイダーズウィングの効果発動。レイダーズウィングの効果は、フォースストリックスのオーバーレイユニットを1つ使い、自身を特殊召喚できる。そして、このカードもターン制限がついていない。ペンデラムスケにムーンライトタイガーをセッティング。
これが圧倒的最強レベル4の要因ムーブですね。やっぱりですね、このね、ムーンライドタイガーっていうか、めっちゃぶっ飛びなんですよ、これ。で、ゼプロスの効果、さらにムーンライドタイガーを戻して、特殊召喚していく。そしてタイガーを再び発動だ。さあ、タイガー過労死ムーブ。レベル4のモンスターが4体。そう、レベル4のモンスターが4体いるとガチでやべえことが起きるぜ。カルチックの方が一応発動して圧縮をしておくぜ。よし。そして、レベル4のモンスターが4体でオーバーレイネットワークを構築。SCS 召喚現れよ。最強モンスター改ざん機ダランペルシアン。このモンスターの効果、このカードがオーバーレイユニットを4つ使うことにより、魔法トラップカードを何でも1枚サーチできるというぶっ壊れ効果。これによって俺は史上最強のカードファイナルインゼクションを追ってくだに加えさせますぜ。何それっていうね。で、レイドラスターズフォーストリックスの効果、を特殊召喚し、さらにこの上に重ねて、ベアトリーチェを特殊召喚していく。そしてベアトリーチェの効果によって、好きなカードを1枚デッキから墓地に送ることができるため、ベアトリーチェの効果によって、レイドラプターズレディネスを墓地に送らせてもらうぜ。これによって次のターン俺は何のダメージも受けない。そして4体のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ。レイドラプターズスカルデッドの効果発動。4枚ドローして3枚をデッキに戻すという効果。プル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 。あー、いいじゃん。なかなかゴッドフェニックス来たらこれ強くね。これゴッドフェニックスさすがに強いです。ゴッドフェニックスってね、素引きしてるとね、普通に先行出せが強いですよね。これね、禁止令いらないな。で、レスキューフェレット、これさ、まあどっちもいいか、どっちもいいな。まあ、レスキューフェレット一応特殊召喚、まあ、これでいいや、これでいいや。こうして召喚器使ってないから、レスキューフェレット召喚でいいな。別にステレナルダンスから入ってるから。で、レスキューフェレットの効果と、レスキューフェレットの効果によってレベルが6になるようにリンクモンスターのリンク先にモンスターを特殊召喚。これによってシンクロフュージョニストと、まあ、これはいつものムーブですね。シンクロフュージョニスト、そして、まあ、ゾンビキャリア、それからドッペルウォーリアを特殊召喚。この3体を特殊召喚するのが結構ミソ。そして、まあ、みんな打点が上がっていく。そしてルイキューピットとかいうぶっ壊れモンスターをシンクロ召喚していくぜ。レベル2のドッペルウォーリアにレベル2のなんだっけ、ゾンビキャリアをチューニング。シンクロ召喚ルイキューピットの効果チェーン1、さらにチェーン2、スカルデッドの効果発動。さらに、ドッペルウォーリアの効果によって戦士速のトークンを2体出せる。これをあとイゾルデに変換していきます。さあ、そしてこれによりイゾルデ、イゾルデ、そして打点が上がってルイキープの方で、レベルを上げる、レベルを上げる。そして、レベル2のシンクロフュージョニストにレベル6のルイキューピットをチューニング。シンクロ召喚、なんでも向こうおじさん大式竜よ、その獰猛なる牙を銃弾に変え後ろけ。シンクロ召喚現れよ。バレルロードサベージドラゴンの効果発動にの、の前にスカレットの効果チェーン1、累計の効果チェーン2、シンクロフュージョニストの効果をチェーン3、サベージの効果をチェーン4で発動。これによってなんかいろいろ起きる。まあ、とりあえずバレーロードサベージドラゴンの効果でリンクモンスターを装備し、そして、シンクロフュージョニストの効果によってフュージョンデスティニーをサーチ、そしてルイキュピットの効果によって最強のモンスターであるネメシスコリドをサーチ、そして、スカルデッドの効果で打点が上がる。よし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 、いいぞいいぞ。そして戦速モンスターに対の魂をリンクマーカーにセット。さあ、キットコンバイン現れよ。聖騎士の追走イゾルデ、そして、イゾルデの効果を発動するのは破棄。そして、イゾルデの効果を発動。イゾルデの効果によって、装備カードを4枚墓地に送る。史上最強モンスターあらあらら、デステニーヒーローダイヤモンドアイ。このモンスターはなんかいろいろやばいことが起きるから、その前にちょっとやることが準備があるんだな。そして、墓地に存在する、ゾンビキャリアの効果、先ほどサーチしたファイナルインゼクションをデッキトップに置かせてもらう。そして恐るべきダイヤモンドガイの効果を発動。
このモンスターの効果によりデッキトップをめくり通常魔法だった場合、そのカードを墓地の奥に、次のメインフェイスへこのカードの効果を適用することができる。ファイナルインゼクションの効果は後で説明しよう。とりあえずですね、これによって、まあ、4体のモンスターがまた並ぶのため、4体のモンスターの魂をリンクマーカーにセットしていけばいいんじゃないでしょうか。こっちですね。ダイヤモンドガイ、ゾンビキャリア、そしてイゾルデ。いや、イゾルデはもう使っちゃっていい。で、スカルデッド、この4体の魂をリンクマーカーにセット。現れよ。あ、完全にパンツ見えた。完全にパンツ見えた。そして、先にこっちか、ゴッドフェリックスギアフルダの効果、自分の墓地の装備カードを1枚をゲームから除外し、このモンスターを特殊召喚できる。このモンスター装備カードを墓地を送ると相手のモンスターの効果を無効にできるという最強効果を持っている。そして、デメジスコリドの効果、デメジスコリドは除外されているモンスターをデッキに戻し、このモンスターを特殊召喚できる。そして手札でイカズツゴモンスターの効果が発動したため、このモンスターを、1体使って融合召喚を行う。現れろ、超雷竜サンダードラゴン。一応ライトニングソーラーケアしていくぜ。そして、手札よりマジックカードフュージョンディスティニーを発動。ディスティニーヒーローのモンスターの2体の魂を埋葬し、現れろデストロイフェリックスガイ。うわー、最強ー最強ー。これでターンを終了していくぜ。ちなみに今どんな場面になっているかっていうと、 お伝えしようか。まずアポロウーサーの効果で、4回効果を無効にできるモンスターので、何でも無効が1回、サベージ、そして何でも破壊が、1回、そしてレディネスの効果で俺はこのターン戦闘ダメージをもう効果ダメージも何も受けない。そして、超ライルの効果でサーチが無効、さらにモンスターの効果を、ゴッドフェニックスで無効できるっていうヤバすぎる場面。そして次のメインフェーズの回、メインフェーズ中、俺はファイナルインジェクションの効果を起動することができる。このモンスターは一回無効にしておくか。アポロウサレ、ファイナルインジェクションの効果は、なんか、まあ、発動条件こそ難しいが、発動できた場合相手のフィールドのカードを全て破壊し、このそのターン相手は手札と墓地で発動する効果を発動することができない。さらになんと、コストがダイヤモンドガイドの効果で無視できるため、実質定打ち最強バフや。そんな効果もアルティメット無効にしていくぜ。アポロウサの効果によってお前のバフヤの効果も無効だ。黙れバフヤが。さあ、おじけついたか。次のダイヤモンドガイの効果によっててめえのフェーズのモンスターは全て破壊されるぜ。あ、マジックトラップもだけどな、残念だったな。あー、お前何してんだ、何してんだ、お前ダイヤモンドガイの効果打たせろや。あー、悪くないね、悪くないね、これ悪くはないね、これちょっと誘発系はないけど、愚かな服装の効果発動。さあ、こっから入るが、あー、なんかありそうな気もしないでもないな。セレナードダンス墓地送るで、セレナードダンスの効果発動。これセレナードダンスはね、月光を切ることができると結構ね、なんか割となんかどっちもなくてもどっちもさせていくみたいなとこあるんで、こうしてで、カレードチックを特殊召喚していくぜ。なんかいけそうだな。で、カルドシックの効果発動。カルドシックの効果によって黄色を墓地に送っといて、で、墓地の存在する月光河の効果、月光河の効果によってゼピロス墓地を送りながら、これでワイズストリックスの効果通んなくても多分いけるね。ソウルシェイブフォースあるし、ワイズの効果を無効にしてこようとしても多分なんとかなる。これでタイガー、なんか何もなそうだな、展開通りそうだ。来たぞ、ゾンビキャリアの効果、ファイナルインゼクションとかいうぶっ壊れカードの、もうデッキトップ大きい、このカードを自身に特殊召喚していくぜ。そして、ダイヤモンドガイの効果、ファイナルインゼクションをめくり、ファイナルインゼクションを墓地の奥に、次のメインフェイル中にこのカードの効果をコピーし発動することができる。そして、照明の神級アポロウーサをリンク召喚していくぜ。いや、よし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 、いいぞ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 。そしてせいやな、まあ、とりあえずネメシスコリドですか。ネメシスコリドの効果を発動するぜ。ゾンビキャリアをデッキで戻すことによって自身を特殊召喚していく。そしてネメシスコリド一体で融合召喚現れよ。これ絶対この条件おかしいと思うんだよね。このカード考えたやつ頭いってんだろっていうレベルだけど、まあ、とりあえず超雷竜サンダードラゴンを特殊召喚していく。さらにフュージョンディスティニーの発動、
フュージョンデスティネの効果によりヒーローモンスターを、墓地に送っていくぜ。まあ、イゾルテでね、ゴッドフェニックスを使ってしまうと、ゴッドフェニックスはこのターン出せないので、まあ、そこだけちょっとね、残念ですが、まあ、次のターンの締め手になるんで、まあいいでしょう。で、禁止令も一応発動しよっか。禁止令、これデッキわかんねえな、これ。何、なんて言おう、これ。禁止令なんて言ったらいい？わかんなすぎ。なんか、どうしよう。これじゃね？これじゃね？一滴と言っといたらさ、禁じられた一滴って言っといたらもうこれ発動できないでしょ、禁じられた一滴。よし。よし、これで完全にケアできている。ひとしずくも。まあ、ライトニングストームはまあ、守備表示なんで効かなくて。さあ、で、お相手のドローフェーズ。レイドラプター、レディネスの効果発動。このカードの効果によって、このターン俺はダメージを一切受けない。1ミリたりともダメージを受けないぜ。さあ、かかってこいよ。次のメインフェル中に恐るべき効果を回ってるけどな。あれぼけ何まあ、あれぼけくらいは許してるか。まあ、一滴あったところで、そんな簡単にこの場面突破できるわけないと思う。多分。言うて、無効にしなきゃいけないか。何これ、効果。え？ムーンライト特殊召喚。ああ、そんなもんできんだ。へえ。まあ、ムーンライト特殊召喚できるんだったらば、やっといた方がいいか。まあ、一応。そんな効果あったの、これ。知らんかったわ知らんかったわ。そんなことがあったんですね。で、特殊召喚していく。はい、ガレット式特殊召喚 OK。 で、まあ一応まあモンスター効果4回無効と、何でも効果1回無効と、なんか1回破壊とサーチができないよっていうのがあるんで、まあほぼほぼまあどんなレキでも大体この場面作れば、まあ、ライトリングストームですよね。はい、わかりました。すいませんでしたいやでもアポロウソは守った方がよくね。これサンダーボルト重ね上げとかされたらきついけど、いや、さすがに守ったわよね、これ。アポロウサ。まあ、一回ちょっとサベージの効果使って、アポロを守っていきましょう。さすがにね、4回効果無効はさすがに強いと思う。まあ、もう一回、その、サンダーボルトって言われたりとか、ブラックホールで言われたりきついですけども、あ、ゴードンね。やばいですね、結構、高校用のカードがいっぱい入ってる系のデッキかもしれない。意外とやばいかもしれない。大丈夫か？うわー、アルファー怪獣デッキしてたもんこれ。怪獣デッキか。これさ、バウンスの起動効果だよな。バウンスされたらまずいので、バウンスされたらめんどいし、しかもなんか戻っていったらまた出てくるしな。デストロで破壊した方がいいのこれね。デスベニー効果発動。獅子王アルファ君はちょっと一回爆破しよう。これは自身を破壊する必要ないな。これカルトチックでいいのこれ。でカルトチックと獅子王アルファを爆破していく。危ない、やばいぞ。まだ手札4枚あるぞ。回収デッキは手札4枚あったらやばいぞ。村雲、まあ、村雲はまあ。これはまあ、アポロウサで無効にしてあげれば出てきませんね。アポロウサで無効にしていきましょう。アポロウサの効果を発動して、村雲のオロチの効果を無効にし、一生出てこなくさせるぜ。よし、終わった。オッケー、さあ来いよ。なにやるな。バトルフェイズか、いいだろう。ただし、このターン、俺は何の効果も、効果ダメージも戦闘ダメージも受けない。レイドラフターズ、レディネスの効果を発動してるからな。殴ってきて勝てると思ってんのか。まあでも確かに、レイドラフターズ、レディネスのテキスト読んでなければ、これで勝てると思うな。でも。さあ、来いよ、ダイイーザ君。アポロウサ殴ったら勝てるかもしれないぞ。おいあぶねえ。あぶねえ、おい。よし。で、デストロイフェニックス外の効果を発動するぜ。デストロイフェニックス外の効果によって次のスタンバイフェーズに戻ってくるという効果が起動する。オーケー。そして、まあ、一応、ダッシュ外の効果も発動して、カレードチックを特殊召喚しておけ。なんかあるね、これ。あ、村雲か。村雲だな。で、デストロイフェニックス外の効果を発動。デストロイフェニックス外の効果を発動し、自身を特殊召喚し、さらに、このメインフェーズ。俺は墓地に存在するファイナルインゼクションの効果を適用できる。くだれー、ファイナルインゼクション。相手のフィールドの全てのカードを破壊し、このターン手札墓地で発動する効果はモンスターの効果発動できない。まあ一応バトルフェル中だけどな。まあ一応村雲の効果使えるぜ。さあ、これによって装備カードを1枚ゲームから除外し、オットメニックスギアフリードを特殊召喚していく。さあ、全てのモンスターでぶん殴るがよろしいか。さあ、サーベージを攻撃表示にし、そしてバレルロードも攻撃…あ、バレルロードじゃねえ、長来でも攻撃表示にし、
あ、一応ディバインガイの効果を発動しカード2枚ドローしよう。はいはい、ほらおれ。そして禁止できた禁止令、これ何で、正直何でもいいんだけど、クリボールとか使えないけど、まあ、村かもって言ったところでどうせ村チェーンされるんでね、まあ、あ、はい、まあまあそれは無効にすればいいんで、まあ、それは、サベージ君の子で無効にさしてもろって、サベージ君の子で無効にさしてもろって、まあ別にどっちにしてもあれですけどね、あのデスピンでも破壊できますけど、ね、さあ出てきませんでした。はい、さよなら。さあ相手は何の効果も発動することができない。これで安心してバトルフェーズに移行するぜ。これがダイヤモンドガイのパワー。うおっと、切断だ切断だあ、切断じゃない、偉いじゃん、やるな。ゴッドフェニックスのことがどうか、フェニックスの方によってカレードチック装備しておくぜ。らえ、将来流でダイレクトアタック。まあ正直言っていいですか、ダイヤモンドガイなくても多分勝ってます。無の煉獄、何割烹ベース、あ、6でもねえデッキ来たな6でもねえデッキ来たじゃん。ラリッキンゴブリン、やばい、なんだこれ、戦闘機か、割烹ベース型戦闘機か。割烹ベース表出しすぎだろ、ふざけんな。コンバートコンタクトは違ったわ、なんだこれ、ネオステッキか、コンバートコンタクトだと。なるほど、えれー、なんか、おお、すげえな、おいデッキエレイ引くな、やべえ、なんかコンバートコンタクト型スーパーデッキヒールデッキ、これやばい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 、ネオスペースエクステンションとかいう最強カード発動された、やばやばい、スペーシアギフトだ、やばい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 、こいつなんかアルティメットデッキヒール系ソリティアデッキじゃんこれ。あーあーあああああ16枚あとデッキの中、スペーシアギフトっていうのはですね、ネオスペーシアンがね、なんかいると、いる数だけなんかドローできるっていうカードなんですよ。だから一応今現状、あのスペーシアギフトだと5枚、あーなるほどね、はいはいはいやばいこと起きてるね。でスペーシアギフトでめっちゃ引く、でスペーシアギフトを使ってデッキの中めっちゃ掘れる、で魔法石の採掘さらに打っていく、スペーシアギフトもう一回打てる、これどういうあれですか、え、ラーの抑止の竜出た、ウォーの抑止の竜じゃん、ウォーの抑止の竜からの7900ライフ払って7900打点にしていく、なんかちょっと不穏な空気感じるな。ガリュー、何何このカード、フィードのカード1枚を選んでもちろんできます、へえ、謎カード来た、はい、で、あー、ラーを戻していく、なるほど、大逆転クイズ、あ、あ、え、あれ何何